一人キャラクターショー哀愁仮面対悪魔サーカス団が始まるよ。あれ、みんな誰か来たわ。哀愁仮面かしら。いや違うわ。
なんだろうな、この冷ややかな感じ眺めてるという感覚は、ね、ガンガンいきますよ。こうなったら近くに寄せるしかない。それだ、存分に楽しんでください。我が人すぐに助けるからね。師匠の悪魔サーカスさんで、ね、こんなところに若王子を切れてよ。ちょっと待ってくれよ。集中して。よし、これ大丈夫だ。すぐに助けるからね。みんな見てくれ、若王子を助けるには、おじさん、どうやらあの綱に乗るしかないみたいです。大丈夫、今からね、この綱の上に乗る。それではこちらの方の方々も行きますよ。乗りますからね。よーし、お嬢ちゃんよく見るんだ。おじさんはね、たびたび君と目を合わすことになる。鳥になるほど。何だ今の声は。鳥になるもの。その声はお師匠さん。わかりました、俺鳥になります。行くよ。もうちょっと笑ってもいいんだよ。どんなに来てもいいんだよ。エネルギーが切れた。でも大丈夫、みんな心配しないで。みんなもう失礼ね。お兄ちゃんもね、これを食べてパワーアップする。これちょっと待ってくれよ。あ、お嬢ちゃん、あ、本当知ってるのかい。そう、これなんだかわかるかい。そう、リンゴだ。それじゃあみんな、応援してくれ。行くよ。すいませんってことだね。哀愁。パワーアップ。せーの。頑張れ。みんなの声届いた。とりゃーすい。元気が出てきた。よし、それじゃあみんな、もっと大きな声で言ってくれないか。ちょっとこうのぶとい声の方がね、大きく出てるから。ちょっとちびっこさんの君たちも大きな声を出すんだ。いいね。君たちも大きな声を出すんだ。君も大きな声を出すんだ。いいね。大きな声を出すんだ。いくよ。ちょっと今から本気を出すから。本気を出す時はね、このリンゴのヘタをこうやって一つずつ外すんだ。お兄さん、これをこうやって外すのは何か意味があるか分かりますか。歯に挟まるんだ。そうだ、歯に挟まるんです。私は今のようにちょっと集中力が欠けたなという人に対してどんどん質問をしていきます。そのつもりでお願いします。それじゃあ早速いくよ。哀愁パワーアップ、せーの。頑張れ。みんなの声届いた。とりゃーさい。でもまだまだみんなの元気が足りない。みんなもっと大きな声で応援してくれないか。行くよ。見てくれ、ちゃんと私はね、マットの上で収めよう。ね、いや、もう全然悪くないです。すいません、本当にありがとうございます。それじゃあみんな、今からね、本気を出すから、もっと大きな声で応援よろしく頼んだ。哀愁パワーアップ、せーの。頑張れ、頑張れ、頑張れ。みんなの声届いた。とりゃーさい。
なのかってパワーアップすることができた。お嬢ちゃんどうした、元気がないぞ、これを食え。恥ずかしい、ごめんごめんごめん、お手伝いごめんね、両方がた恥ずかしいんだろ。じゃあね、この中に入れてるから好きな時に取りに行ってください。それでは早速固まってくれ。ダメだ、こんなにリンゴで散らかしたやつは。うんぱれ。そうですよ、そうです、大丈夫ですよ、あのお友達ですからね。ちょっと今からお掃除をいたします。はい、そしてね、よしよしよし、普通にお掃除をいたしませんよ、私だってね。私の機能を使って掃除します。哀愁クリーンアップモード。後ろから見てる人は、今何が行っているのか。よし、だいぶ綺麗になった。それじゃあみんな、これでクリーンアップ完了。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、それじゃみんな早速若王子を助けよう。でももう一度失敗したら命の保証もない。どうすればいいんだ。仕方がない、お兄ちゃんの機能を使おう。それではお嬢ちゃん、ここにボタンがあるの分かるかい。ちょっとボタン押しめ。ピーヨ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 。お嬢ちゃん、今違うボタンだ。上のボタンを押してみて。哀愁スコープ。ピヨ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 。お兄さん、今目がありましたね。ちょっとお手伝いしてもらってもよろしいですか。今こう、愛が目がありましたさ。ちょっとお手伝い、肩を貸していただくだけ結構なんで、皆さん大きな拍手を。ありがとうございます。すぐ終わりますからね、すぐ終わります。ここに立つだけで結構なんで、すいません、ちょっと肩を貸してください。若おじ、すぐに助けるからね。よし、次こそは大丈夫かな。ちょっとグラグラするけど、でも大丈夫、みんな心配しないで。だからね、お兄さんが出てくるから。はい、よろしくお願いします。はい、はい、皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。足痺れてないですか、大丈夫ですか。ちょっと、皆さん気をつけてくださいね。すぐ立とうとしたらね、意外と足が痺れておりますんでね。はい。いや、もうこの立つだけでいいんで、すいませんね、本当にいつものやつこれ出しておきます。それじゃあよろしくお願いします。みんなの前をこっち向いて、こっち向いて、変身さすがポーズ。何かしらのポーズを。完璧ですよ、完璧。お兄さん、集中力なくしてる場合じゃありませんので、まっすぐ前を向いて、まっすぐ前を向いてね、ちょっと肩を張りますから。一応危ないんで、ブーツを脱いでくださいよ。お兄さん、先ほども言いましたけど、このブーツ、特殊な機能がありまして、雨に濡れても足が濡れないんですよ。それじゃあ、行きましょう。すぐに助けるからな。すいませんね、本当に。よし、ちょっとグラグラするんで、ここに挟まさせていただきます。緩い感じがするんだ。大丈夫かな、大丈夫かな。一応で確認をしてますね。よっしゃ、だいぶ打ちつけておりますからね。よっしゃ、すいません、ありがとうございます。よし、行きましょう。あ、ごめんなさい、肩にリンゴのベタベタしたやつが出てきて、すいません。大丈夫ですよ、体に悪い成分じゃありませんので。それではお兄さん、私がですね、さあ
21と言いましょう。向こうの方へ避けていってください。みんな応援よろしく頼んだよ。3、2、1。早く行って余計なことしなくていいから。よーし、みんなここからは集中していこう。大変なことが起こってしまいました。靴下を踏んでしまいました。ちょっと待ってください。分かりました。じゃあ右足のかかとを上げます。えい、ありがとうございます。進めないようです。悪魔サーカス団ね、どうすればいいんだ。あ、そうだ、お兄さん、すいません、あのピンクのバッグの中に何か役に立つものが入ってるかもしれません。ピンクのバッグここにありますんで、ちょっと何か役に立つようなものを持ってきていただけませんか。すいませんね、またおじい、もう楽しみもだ。おっと、いきなり来ましたな、あなた。わかりました、これあと1本ありますんで、あと1本持ってきてください。いいから、そういうのいいから。何してるんですか、もう集中力ないと思った。 ありがとうございます。じゃあ、お兄さん、ちょっとあそこへ立っていただきまして、一緒に協力お願いします。悪魔サーカス団だ。分かった、今行く。
か悪魔サーカスさんが現れたそうです。私一見ぶっ飛ばしてきますよ。あの野郎見つけたらぶっ飛ばしてやる。どこに行きやがった。こっちか。こっちにはいないようだ。向こうか。向こうにもいないぞ。向こうにいないとしたらあそこしかない。あそこか。いないか。この風船を返してほしければこの大須大の超人まずがむちゃくちゃになる呪文を唱えるんだ。今すぐ九州にある台風を呼び寄せる呪文を唱えればいい。ダメ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 。若王子くん、その呪文は違うだろう。若王子くん、このダメ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 。説明しよう。まさに今若王子の放った呪文は悪魔サーカス団を風船の中に閉じ込める、そういう呪文であった。吸い込まれてゆく。スローモーションのパントマイムで吸い込まれてゆく。今日はほら第37回オース大事
の町人祭りを、みんなと一緒に守ることができて本当にありがとう。これからもお兄ちゃんの応援よろしく頼んだよ。ちょっと分かりにくいかもしれないがこれで終わりだ。本当にどうもありがとうございました。盛大なる拍手ありがとうございます。拍手だけでは地球は守れません。もしよかったらデスペラード Why don't you come to me say I'm sorry。 皆さん、私はですね、こういったあのちびっ子たちのためにね、こうやって一生懸命頑張っております。ああどっちだ。このちびっ子たちがですね、将来大人になって、1円や5円などを握りしめてやってくる、そういう時代を皆さんでなくそうではありませんか。だいぶまずい空気になりましたから、これで終わりです。どうもありがとうございました。また次もですね、全く同じことやりますね。ぜひ遊びに来てください。あと私のどうしてもですね、握手がしたいっていう方いらっしゃいましたらね、あっちの方に並んでもいいですよ。